はい、こんにちは、ザ・オーナーの篠宮です。今回はですね、2018年2月に発売されたこちら新色センシュアルラインっていう、もう春なんで春の新色をどんどん紹介していきたいと思います。この色ですね、どんな色かと言いますと、まあ、一言で言うとアッシュですね。アッシュにちょっとバイオレットを効かせたようなこんな色味になっておりまして、基本的に色の見本はこんな感じになってます。まあ、今人気の外国人アッシュ系ですね。でアッシュ系でなおかつちょっとバイオレットが効いているので、ツヤ感があるモノトーンの色味になっています。で今回は、いつものようにまた毛束をですね染めて、この色の新色のサンプルが届いたんで、実際にどんな色になるのっていうのを、まあ、染めてみて説明するっていうのがまず1点と、実際に今までの体と何が違うのっていうのが重要なんで、前の、他のイルミナカラーだったりとか、アディクシーカラーと近い、アッシュバイオレットと染めてみて、どんな色の違いかっていうのをちょっと比較していきたいと思います。束2種類を、それぞれ新色で染めていきたいと思います。カラーのみなら、はい、では染まり上がりました。じゃあ結果を見ていきましょう。こんな感じになっております。はい、綺麗な色ですね。今回の色は、一言で説明するとそのまま染めても普通の茶色も綺麗だし、ブリーチしてからも綺麗っていうことですね。まあ綺麗ってことですで、今までの色と何が違うのっていうかというと、最初からちょっとシルバー味を加えてあるので、やりすぎてない色味っていうのがまず1点なのと、紫の色が派手すぎず上品な色になってます。なんでブリーチをした後のカラーでもすごい綺麗だし、かといって奇抜すぎない、すごい綺麗なグレー感、なんかこうなんですかね、派手すぎないんですよ本当に一言で言うと。っていうのと、普通の茶色系のカラーにするとすごい黄みを抑えた上品な、しかしやりすぎてない、ちょっとどっちかというと淡いですね。そんな濃い色っていうよりは淡い色味に仕上がっています。やらしい話ですよ。他のメーカーと比べちゃうっていうのはもうこれ動画ですから、はい、何も言われませんので、比較してみたいと思います。ね、メーカーからだとちょっとね、いろんな大人事情もありますので、で今回はですね、アディクシーカラーの同じような色味のアメジストっていうものと、まあ、紫といえば王道の外国人だとこういうカラーと、イルミナカラーのオーキッドっていう色がありまして、まあ、両方とも紫です。まあ見ての通り近い色ですね。でこれが去年までの紫なんですよ。これは去年までの紫なんですよ。で見ての通り鮮やかなんです。ちょっと強いんです色味が。なんで少し実際人間の毛に染めるとグレー感が強くて、ちょっと紫みってそこまで感じなかったりするんで、また人に染めるとまた違うんですけど、今回のやつは結構シルバーっぽさが入ってて、なんかいろんな人に受け入れられやすい色味になってます。でこっちのアッシュも青なんですけど、なんかこう鮮やかすぎない、ちょっと控えめな、でも今っぽい、こう少し紫も濃いめからグレー味に変わってきたよねって、まあ、実際でもお客さんでこういうオーダーってすごい多くて、あんまりやりすぎたくないんだな、ブリーチしたんだけどでも濃く入れないとすぐ抜けちゃうから濃く入れたいんだけど、でも派手すぎるのも嫌なんで、でも濃く入れたいって思ってめちゃくちゃ多いんですよ。なんですけどこれは濃く入れてもやりすぎてないっていうのが、まあブリーチのカラーではすごいいいところかなっていうところと、あとはあれですよ、今これ8レベルで染めてるんですけど、これ6レベルまで発売されるんですね。なんで濃いめにして調合してあげれば結構濃くも色を入れれるんで、結構ブリーチのカラーされる方も、暗めの普通のカラーで楽しみたいかな、幅広いからブリーチのカラーまで対応できる、今っぽいアッシュバイオレットかなという感じです、はい、いかがでしたでしょうか。このようにちょっと色にも少しずつ、春に向けて新色が発売されてきます。でちょっとやっぱり違うんですよね、少し前のカラーと比べると。やっぱ同じ紫アッシュバイオレット系とかアッシュ系でも少しずつ少しずつシル
場合になってやっぱ染めると新しい方がやっぱ今っぽいです。でこっちも調合してこういう風な色味に合わせるんですけど、そのちょっとしたニュアンスの違いがやっぱり新しさを感じたりとか、なんか今までと違うっていう風な、新しいヘアカラーが楽しめるきっかけになるかなと思うので、全国発売は2月から発売されますので、よかったら皆さん試してみてください。でチャンネル登録はこちらですね。またいろんな春に向けて新色のヘアカラーとヘアのことを更新していきますので、また登録してください。はい、ご視聴ありがとうございました。